はい、こんばんは。スーパー銭湯をこよなく愛する男、カンパクダニです。サンダニファミリーか後編参りましょう。前回に引き続きスバル新型 BRZ、 今回はドライブフィール編です。今日もご一緒に納得のファミリーカー開店していきましょう。さあ、新型 BRZ、 前回こだわりのエクステリアに思わずうっとり、ファミリーカーとしてなんとか使えると証明したくって、わちゃわちゃわちゃこなドゥしていましたが、やっぱりきついねという印象であったこの車、乗ってみると笑いが止まらない魅力がね、ドッバドバに溢れている車でしたよ。その辺含めていつも通り後藤さん目線でドライブフィール伝えていきたいと思います。それでは早速試乗といきましょう。今回試乗させていただいた車は S グレード、新開発 2.4 リッター NA ボクサーエンジン、もちろん FR モデルです。さあ、乗り込みます。ドアの音一応聞いてみましょう。サッシュレスドアなので密閉感は分かりづらいですが、ヒンジの取り付け精度などかなり精密感が高い、カッチリとした音がします。ではエンジン始動します。イグナイト、ウェーイ、おめでとうございます。起動アニメーションオブザイヤー受賞です。水平対向エンジンをイメージした演出、最後の青い光はシリンダー内の燃焼をイメージしてるんじゃないかな。アニメーション全てに意味がある感じが素晴らしいですね。2021年まだ3ヶ月ほどありますけど、多分優勝です。メーターは一見1枚板に見えますが、7インチの TFT 液晶と普通の液晶画面を組み合わせたものです。真ん中に速度&タコメーター、右にタンクや水温、左に各種インフォメーション。 BRZ も液晶の時代になりましたね。では出発します。動き出しの第一印象は、もう低い目線たまんねーって感じ。私、生粋のスポーツクーペってね、実はあんまり乗ったことないので、この時点でね、相当ニヤニヤしてましたよ詳しい乗り味については後ほど。ではまずユーティリティ関連でポイントいくつかピックアップしていきましょう。最新のスポーツカーですが、サイドブレーキレバーは継続採用となりました。電動ブレーキ化が進む中、あえて残してくれましたね。特にトヨタ86の方はね、ドリフト車として使いたい方も多いでしょうから、嬉しいこだわりですね。シフトレバー後方にはモード切り替えスイッチ、おっと、見慣れないボタンがありますね。 SNOW、 そう、スノーモードです。雪道走行も想定してるんですよ、この車。マジかよ、スバルさんじゃなきゃつけられないボタンだぜ。あえて BRZ にスキーキャリアとかつけてみたら、ミスマッチ感がね、逆にかっこいいかもしれませんね。次は視界について。低重心のスポーツクーペとだけあって、めちゃくちゃ低いアイポイントです。水平基調のシンプルなダッシュボードのおかげで視界はかなり良好ですね。特筆すべきはサイドミラー根元の三角窓、これを設けたのは地味にすごいことなんです。前編で私が取り乱していましたが、この車はね、空力特性めちゃくちゃこだわってます。だから普通だったら空力特性を良くするためのパーツをこの三角の部分に埋め込みたいはずなんですよ。でもあえてドライバーの視線、これを優先したわけなんです。この車は心の優しい空力おじさんたちが作った証拠ですね。最近流行りのデジタルインナーミラーやパノラミックビューは搭載していません。駐車の際は子供を巻き込まないように注意をよく確認しましょう。ステアリングはスポーツカーらしく小径サイズのステアリング、サラサラの本革巻きでとても握りやすいです。ステアフィールは、まあ、小径っていうこともあって少し重たく感じますが、レボーグを思い出させるような滑らかかつ路面状況が手のひらに伝わってくる素敵なフィーリングです。路面に張り付いたままスイスイキュッキュッと頭が入ります。ずっと動かしてたいねこれ個人的には国内のステアフィールではスバルさんが今のところナンバーワンかもしれませんね。アクセル&ブレーキレスポンスはもう言うことないわ、すごく細かい調整ができます。生粋のスポーツカーなので、乗る前は強めの反応をするのかなとちょっとビクビクしていたんですが、意外にも過剰なレスポンスはありません。誰にでも操れるスポーツカーといった味付けです。逆に考えればカスタムの伸びしろとも言えるんですかね。走行モードにはノーマル、スポーツ、トラック、スノーの4種類がございます。中でもね、もうスポーツモードが最高。まあ、スポーティーなシフトタイミングに自動で制御してくれるようになるってわけなんですけれども、これがね、絶妙なんですよ。エンジンを高回転域までしっかりと使ってくれるので、体感、サウンドともに俺今スポーツカー乗ってるというワクワク感を初心者にもうまく伝えてくれますね。なんていうかね、人馬一体感とはちょっと違う、なんていうんだろうな、車が相棒になってるような感じですかね。制御は私に任せて君はハンドリングに集中しろって言われているような感じですちなみに皆さん、サイバーフォーミュラってアニメ知ってる方いますごめんね、古いよね。いやね、そんな感じがしたんですよ。スポーツカーはマニュアル一択だろという方もまだ多いとは思いますが、これはね、オートマも侮れませんね。
よっぽどベテランじゃないと正直このシフトタイミングにはね勝てないと思いますよ。続いて乗り味について、ボディの剛性感はピカイチ。普段ハイルーフの軽自動車とかに乗っている方だったら脳が破壊されるレベルです。もうね、交差点一つ曲がればわかると思いますよ。採用されているのはモノコック構造ではなくインナーフレーム構造。仙台 BRZ に対してねじり剛性を約 50%、 フロント横曲げ剛性を約 60% と大幅に向上しております。インナーフレーム構造というのは、まず骨だけ作って、その後に外装パネル等の肉付けをしていくという作り方のことです。レヴォーグをレビューした時にも私言いましたよね。この工場ラインを持っているスバルさんのボディ剛性はもう約束されたものなんです。周囲の安全確認してちょっと振ってみました。リアのストロークは長めなのかな。しっとりビタッとしたリアのいなし方、もうスッと姿勢が回復します。タイヤの前後間隔、ホイールベースは約5ミリほど先代から伸びました。リアのトレッド、これは後ろから見た時の左右幅のことですね。これも2センチ伸びました。このわずかな差ですが、リアの踏ん張りがより極まっているんです。いや滑らんな。FR 駆動でこの 4WD のような安定感ね、よくぞ味付けしましたね。実にスバルさんらしい FR スポーツ。あえてこの車をねラリーカスタムしたいですね。ターボ非搭載の自然吸気 NA エンジン搭載ですが、中回転域からのパンチのある加速感が味わえます。低重心が強みの水平対向エンジンがさらに進化したこの新型 FA24 エンジン。先代モデルは良くも悪くも NA エンジンらしく、伸びはあるんだが低回転域のトルクが不満といった声がちょっと多かったそうですね。え、トルクと伸びどっちもいい究極の NA エンジンを低価格で？できれーはい、しっかりと改善してきました。この FA24 型エンジン、 D4S というトヨタ独自のポート噴射技術を採用しました。ものすごく簡単に言うと、ガソリンをプシュッと噴射する場所をもう一つ増やして、従来不可能だったパワーアップに成功したっていう内容です。こういうのが正しい技術提携ってやつよな。加えて排気量アップと摩擦低減によりトルクの向上、力強い加速に加えて7400回転くらいまで気持ちよく吹き上がるエンジンフィールを実現しております。そういえば皆さん、 BRZ の名前の由来ってご存知ですか？ B はボクサーエンジンの BR はリアウィールドライブなので後輪駆動ですね。で Z はてっぺんや頂点を意味するゼニスという英語なんです。つまりは B と R によって織りなす究極のピュアスポーツカーってことです。ぜひともディーラー市場で体感してみてください。あらららら、これはゼニスってるわってなると思いますよ。あー、喉乾いた。はい、次は静粛性について。この日ね、すんごい雨が土砂降りだったんですけども、屋根の静音性が想像以上に良かったです。屋根にアルミ材を使用しているせいか、反響の仕方がかなりマイルドになっていました。ロードノイズは車高が低い割にはかなり静かな印象です。特に高音域のノイズっていうのはかなり削減されているような感じですね。エンジン音も程よく聞こえる感じの遮音性ですかね。でもスポーツクーペの静粛性って何が正解なんですかね。排気音がよく聞こえるべきなのか、早くても静かなのがいいのか、皆さんはどう思われます？ご家族の安全のため、安全装備についても確認しておきましょう。吉報です。なんと今回の BRZ、 皆さんご存知アイサイトが搭載されました。どんどんパフパフ。いや、スポーツカーにアイサイトってね、すごいよね。搭載できるのは AT モデルのみです。ちなみに最新のアイサイト X ではなくてバージョン3に当たるので、ハンドル支援等はありません。ただしプリクラッシュブレーキ、全車速クルーズコントロール、車線逸脱警報などなど十分な安全装備がついてきます。中でも面白いと思ったのが後退速度リミッター。これはリバースギアの時の速度をリミット制限してくれる機能です。スポーツカーに乗ってるとついつい調子に乗ってバックでも勢いつけちゃう人いませんか？気持ちはわかるけど、駐車場ではとても危険な行為です。小さな子供が飛び出してくるかもしれませんからね。とてもいい制限機能だと思いました。ダンディ。エアバッグはフロント、サイド、カーテン、運転席、膝前の合計7箇所に実装されています。すごいね。新車アセスメントプログラム、通称 NCAP のクラッシュテスト結果はまだ公表されていませんが、スバルさんはね、安全装備のトップランナーですので、正直心配はいらないでしょう。参考までに先代の BRZ ユーロ評価を表示しています。ボイス上終了です。お疲れ様でした。最後に簡単にまとめますと、この新型 BRZ、 究極のお手軽 FR スポーツ、
空力、エンジン、ボディ剛性、足回り、安全性能、何よりこのかっこよさ。この完成度は300万円ちょいで買えちゃうクオリティを軽く超えています。ディーラー市場の際、ハンコを持っていくのは非常に危険です。見え隠れする武士道精神、走りの切れ味は鋭いのに、しっかりした安心感の向こうにあるスポーツフィーリング、本当はめちゃくちゃ強いのに、型や礼儀の上に成り立っている日本武道みたいな精神を少し感じました。ワクワクさせてくれるジェントルメン、正直惚れます。メロメロパンチ。ファミリーカーとしては修羅の道、2ドアクーペの時点で積みだろとも言えますが、チャイルドシートの固定金具は存在しています。あなたの覚悟次第でファミリーカーとしても使えるはずです。これはスバルさんからの挑戦状かもしれません。なのでこの車が最もハマるのは、息子との2人旅、あるいは娘とのデートカーといったところではないでしょうか。流れ星でも見に行こうぜマイボーイ。ファミリーカーというよりは、まあ、ダンディセカンドカーかな。かっこいい横文字を使うんだったらファミリーデートカーといったところでしょうか。いかがでしたでしょうか。スバル新型 BRZ ドライブフィール編をお届けしました。こんな時代にもね、こういった楽しい車を発売してくれるのは嬉しいですね。安全で楽しい、安全だからこそ追い込める、実にスバルさんらしいスピリットが染み込んだエモーショナルな作品でした。お父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてくださいね。それではこの動画を見て、おいおい、時速50キロ程度の市場でそこまでわかるもんかと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。勘のいいやつは嫌いだよ。このチャンネルではお父さん目線のカーレビュー情報を配信しております。新米子育てダディたちを応援するために、サブチャンネルでは子育て雑学なんかも配信しております。ぜひとも応援よろしくお願いいたします。それでは全国の新米お父さんお母さん、今日も一日子育てお疲れ様でした。よく寝てくださいね。次回またお会いいたしましょう。バイビー。